八戸市からの情報をテレビのデータ放送でご覧いただけます使い方は簡単チャンネルを ABA に合わせて d ボタンを押すだけパソコンやスマホがなくても大丈夫八戸市 d ボタン広報は4月13日からお問い合わせはご覧のところまで。